今週はですね、録音が、なんか1分ぐらいしてから声が極めて小さくなってしまったので、もう一回録音し直しています。風の雑音も今日多かったんです。まあ、それもありますけども。本日はですね、滑り出し初っ端な、マンションの近くのですね、凸凹につまずいて転倒しました。以前背骨を折ったことがありましたので、腰パッドを必ず着用して、ヘルメットを着用していますので、痛くはなかったので助かりました。本当に久しぶりに転倒しました。今までめったにこういうことはないのですが、用意した方がいいということを今日実感しました。まあ、子供はね、こういうふうなスケートしてでもバランスがいいんで、転びませんけども、年を取ってきますとですね、体の安定感がやっぱりなくなるので、こういうふうなことがたまにあります。ところで、昨日はですね、運の塾ありまして、自衛隊の大幹部の、元大幹部の金井先生が2時間講演していただいて、自衛隊の今の実態をですね、英語で話をしていただき、理解することができました。日本が世界の第6位であるっていうのは、びっくりしました。もっと下の方かと思いましたけど、結構力持ってるなということを実感しました。ただ、それから、やっぱりその軍事主義の費用面については、アメリカと中国と比較してもですね、かなり額が少ないということは、分かっていましたけれども、特に気になりましたのは、サイバースペースとか防空管制ですね。で、これはアメリカから情報をもらっているようなんですけれども、ただアメリカはですね、自国に関連した情報しかどうも流さないようで、そういう意味ではですね、日本もそれなりの防衛体制を敷かなくちゃいけないなというふうに思います。で、国民が憲法改正にまだまだ否定的な人が多いので、それも自衛隊の費用をですね、どう捻出するのかっていうのは、やっぱり今後の大きな課題であると思いました。それにしてもですね、陸海空の費用案分とかですね、コミュニケーションというのは、戦前を引き継いだ慣習はあるのかなというふうな匂いは感じました。本当にありがとうございました。久しぶりに金井先生の話をですね、2年ぶりぐらいですかね、聞きまして、新たに日本の国防について認識を持つことができました。あとは、木本さんのところですね、研修生で、お二方、マレーシアと、インドから来ている方々が、チャットボットとブロックチェーン、UBA もですね、プレゼンテーションしていただきまして、本当にありがとうございました。結構、日月新報という感じで、なかなか、いい発表でした。チャットボットはね、もうどちらかというと技術的には習熟しているので、どちらかというとデータをどうやって作り込んでいくかということではないかと私は思います。そういう意味からしてですね、技術的な側面から説明いただきましたので、改めて勉強になりました。で、先週はですね、月曜日に英語学校のオーナーの牛島さんとお会いしたり、この件はですね、もともと彼の学校の上級コースで、私がですね、英語を教える、コンテンツ付きの英語を教えるということで、彼と話を始めたことなんですけれども、彼自身はまだ未だにそれに対してですね、意欲的になっていていただいて、来年どっかでやるようなことを言ってましたので、ありがたいことだと思っています。それから、いろんな方、長谷川さんにも、お会いしましてですね、今新しい動きとかですね、IT の動向とか、勉強させていただきました。それから、筒井さんの紹介で前、JETRO のですね、トップの方の塚本さんを紹介していただいて、これも楽しい話をさせていただきました。上海万博の、責任者をやられたということで、僕もあの当時は上海万博に行きました。で、あの時話忘れてましたけど、僕はあそこで実はですね、中国政府の招聘招待で、
中国全国学生なんとかっていう学生選抜の方々200人ぐらいにですね、講演をしました。それを話すの忘れてましたけど、いい思い出でした。今から考えればもう何年も前なんですけども、今の英語のレベルとは全然違うレベルで、よく重々しく話をしたなと。環境問題話したんですけども、彼らとして非常にいい接待をしていただきました。そういう思い出があります。そういうことで先週もですね、結構忙しくですね、活動行動しました。で、特に突販の招待でですね、毎年一回コンサートとか、いろいろな授業があるんですけど、ね、今回オペラで素晴らしい講演を聞かせていただきました。これも辰巳さんのおかげで本当にありがとう。大久保専務にもお会いできてですね、よかったと思います。それからですね、今週はですね、今日から3連休なんですけれども、私自身はですね、やっとですね、三田図書館から本をですね、いっぱい予約したんですけれども、その5冊がですね、借りることができました。ものはですね、8月ぐらいから予約していた本も中にあるようです。借りた方がなかなか返さないんで、やっと5冊借りられました。この3連休は一生懸命本を読もうと思ってます。基本的には、本とですね、YouTube のペアで勉強しています。で、本は、本だけですと、やっぱりなかなか難しくてですね、理解できないところもあるので、YouTube のビデオでそれに関連したものを参照することによって、勉強しようと思っています。で、コーディングはですね、もともと昔からやっていたんで、嫌いではないというか、好きな方なんですね。でただ今は昔と違ってですね、コボルとかですね、覚えればそれでいいっていうんじゃなくてですね、いろんな多岐にわたって、一つのシステムを開発するにもですね、複数言語を理解しなければならないというふうな時代なので、結構大変ですね。8月まではですね、JavaScript を勉強して、React ですね、JavaScript を勉強して、9月からもう一回Django とですね、Python 戻ってですね、10月から Swift も勉強してます。Swift はiPhone のアプリケーションを作るために必要なんですね。で、そういうことでですね、このいくつかの言語の中でも、Python を中心にですね、勉強してきました。で、最近はどちらかというと、各言語というよりもですね、アプリ寄りの、開発のサンプルをですね、YouTube を参照して、勉強しているケースが多いし、日本語環境の中でどうやってやってるのかということを、勉強してます。ですから、ここ1ヶ月は、英語の YouTube はあまり見ていません。で、英語の方はですね、これは、プログラミングができれば目標としては毎日7時間、勉強するようにしています。で、英語の方はですね、宇野塾通信で毎日1本アップしてますので、その関係もありますので、もう、以前だいぶ貯金をしてたんですが、もう1ヶ月貯金来ちゃったんで、最近毎日か、できるだけ1本はですね、エコノミスト、翻訳するようにしてます。で、プログラミングと違ってエコノミストはですね、日によって、やっぱり気分的なムラがあってですね、ネイティブではありませんので、最初の読み込みのスタートで、とっつきにくい日があります。で、基本的には英語は午前中に勉強するようにしてます。午後ですとやっぱり、集中ができにくいっていうんですかね、やっぱり難しいと思います。そんなことで、午前中に英語、5時間ですね、できれば勉強するようにしてます。基本的には6時に起きれば5時間で午前中済むんですけれども、時々遅い時はですね、時間が横に、後にずれ込むので、午後が短くなったりする必要があります。で、それでもですね、継続的にやっています。宇野塾毎日、通信聞かなければ、まだ書いてませんけど、通信聞かなければならないので、そういう意味では、いい習慣かなと思っています。必ずやらなければならないということですね。そういう意味では。ただ、この間からも、Facebook でもお話しましたように、エコノミストって1ヶ月1万円するんですね。結構高いんで、ニューヨークタイムズとか、ファイナンシャルタイムズにしようかなと、少し迷ってますけども、今のところは継続しています。中身がなかなかね、
まあ、世界でもやっぱり一番ですかね、充実していますので、できるだけ継続していきたいというふうに思っています。で、今週はですね、そういうことでやっぱり、先ほど申し上げましたように、日月間の連休を使ってですね、本を集中的に読みますけれども、またやっぱり、いろんな方にお会いするんですけれども、三菱さんの相原副社長と、前にね、相原副社長とかお会いしますけれども、そういうふうな、あと鹿島さんですね、あと研修会社の鹿島さんお会いしますけれども、基本的には、できるだけ昼の時間に、行うようにしています。で、あとは、そうですね、予定はできるだけ入れないように、しています。まあ、そういったことで、今週もですね、かなり勉強する時間が取れると思います。で、そういう意味で、まあ、ありがたいということですね。で、思った以上にですね、プログラミングが非常に広範囲にですね、まあ、勉強しなければならないということが分かってきましたので、それを、まあ、あるいは、まあ、食い散らかしてやってます。で、おかげでですね、何が、分かってきたかと言いますと、日本の企業ですね、IT 領域に力を入れるっていうふうな経営計画を見てですね、それが何て言うのかな、何が特色なんだっていうところが明確でないようなケースが多いですね。で、私は、まあ、宇野塾で量子コンピューター取り上げて、まあ、井上さんがやってることもあるんですけども、ところでこれカバーですね。これ右側のカバー。これですね。水陸両用車。この魂で、駐車してると思ってませんでした。こういう格好してます。で、それでですね、船橋さんがやってるんで、まあ、日本で数少ない会社ですよね。で、実際に、郵政のシステム開発をやってるって言うと、まあ、彼のところぐらいしかできないんで。で、これについてはですね、やっぱり、ぜひアジアに展開していきたいということで、日本企業を巻き込んでですね、日本の貢献をしていき、できればというふうなことを考えたりしてます。で、あとですね、やっぱり、これからの IT というと、Python とか Django とか JavaScript やってますけど、その中でもやっぱり関心はディープラーニングですね。ディープラーニング。それやっぱりそれを使ったですね、データ解析とかデータ分析とかっていうのはやっぱりですね、まあ、特色ある IT 技術ですね。ですから、そういうふうなことを、まあ、日本企業もですね、もっと力を入れて、IT のですね、金目の技術の背景として、これ空映って映したの、これあれです。今日、午後雨でなんで、CR もちょっとスケートもできないかなっていう、そういう感じでしたね。そんなことをですね、私は、思っています。ですから、やっぱり半年コーディング勉強しててですね、やっぱりその現場のレベルですね、をどういうふうにやっぱりきちんと考えていくのかっていうことが、やっぱり大事だなというふうなことを、つくづく、ここ最近思っています。で、そういうことをやっぱ勉強しておかげでですね、日本企業の IT 戦略の課題とか問題点をもっとはっきり見えるようになりました。まあ、ここですね、今日転んだの。これ段差があってですね、結構、まあ、久しぶりですね、半年ぶりぐらいですかね、転んだの。めったに転んないんですよ。今日ちょっと転びました。そういうふうなことをですね、まあ、なんか貢献しようと。で、年内はやっぱコーディングの勉強ずっとやってて、年明けてから、ちょっと実装いくつか、どっかの会社にお世話になってですね、勉強させてもらおうと思います。で、まあ、プログラミングするかっていうの前からずっとやると言ってるんですけど、どっちかっていうとですね、やっぱりそういうことを、時々勉強しながらですね、現場のレベルを理解するっていうことの方がいいかもしれませんね。まあ、やってもいいんですけど、やり出すとのめり込む性格なので、ちょっと心配してます。英語の方はね、継続的にやらなきゃ、これはいけないんで、やってきますけど、まあ、そういうふうな感じですね。まあ、ともかく今週もですね、まあ、意欲は全然衰えてないので、
継続してやっていこうと思っています。特にどこの領域っていうことではなくてですね、やっぱりそのプログラミングの中でも、大体、先端的なことについてはですね、理解できて、何があるのかというのが分かったんですけども、大体食い散らかしています。これはやらなくちゃいけないなっていうのはもうほとんどありません。ですけど、深さはどこまで追求しているかというと、まだまだですね、足りないところがあると思います。で、そんなところでですね、あと11月、12月、頑張っていこうと思っています。で、今日もですね、午後から雨ですけれども、張り切ってやっていこう。基本的に僕、午前中は自宅で勉強してて、午後から会社に出るっていうようなことをしてますので、今日も同じパターンでやっていこうと思っています。研修生まだ1週間いるんで、また来週食事をするようなこと言ってたので、うまくいけばまた話ができるということで、楽しみにしたりしてますけれども、そういうことで皆さん、今週もまたよろしくお願いします。私もですね、一生懸命朝6時から夜10時まで勉強し頑張りますので、一つご支援お願いします。そういうことで今日はこれで録画を終わらせていただきます。ここは終点ですね。ということで終了します。はい、どうもありがとうございます。